パリ,ゴリン陸上男子 100m 決勝5日フランス競技場人類最速決戦が行われ7位までが写真判定となった大激戦はノア・ライルズ米国、が自己ベストの9秒79追い風1、0m で初の金メダルを獲得した同タイム着差ありの2位はトンプソンジャマイカ3位は9秒81でカーリー米国が入った 1>, 1位のライルズが9秒784、2位のトンプソンが9秒789とわずか0秒005差が明暗を分けた。米国勢の金メダルは4年のガトリン以来20年ぶりとなった。五輪代表選考会の全米選手権では、スタート前に日本発祥のカードゲーム、遊戯王のレアカードを取り出し、話題となるなど、日本文化を愛する27歳。 大のアニメ好きで知られ、ドラゴンボールも大好き。作者の鳥山明さんが亡くなった時には、レジェンドを失って悲しい。私の人生において、彼の作品は永遠に影響を与えてくれる、と追悼した。この日も星条記をまといながら、カメハメハのポーズを披露した。レースは序盤から今季、躍進著しいトンプソンがレースを引っ張ったが、スタートがやや遅れたライルズが猛追。 ゴール直前で差し切った。勝者としてコールされると感情を爆発させて喜んだ。